ルピアブーエザニ・パンダは、ザンビア共和国の政治家。ザンビア副大統領を経て、2008年、レビー・ムワナワサ大統領の死去に伴い、大統領代行に就任。同年の大統領選挙で当選したと公式に発表された。その後、2011年までその任にあった。南ローデシア南マタベレランド州、グワンダに生まれる。両親は、 北ローデシアに職を得、移る。バンダには、オランダ改革派協会の講演で教育を受けることが、できた。1960年政治活動を開始し、統一民族独立党青年部に入党する。1966年ホープムワンザマクルと結婚し5人の、子う設けた。1960年代には、アンイップ、北欧代表を務める。 1965年中エジプト大使に就任。エジプト大使時代に、アンゴラの反政府武装勢力、アンゴラ全面独立民族同盟の指導者、ジョナス・サビンビとは友人であった。1967年4月7日、中米大使。中米大使を2年間務めた後、帰国しルラル開発公社総裁、国家農業マーケティング委員会。 ゼネラルマネージャーを歴任する。その後、再び外交界に戻り、国連総会代表となり、ナミビア独立問題などを担当した。1975年外省に就任。アンゴラ内戦の停戦に尽力した。1978年総選挙に立候補し、国会議員に当選する。 1988年に落選するが選挙の正当性をめぐり法廷闘争を展開した。また、鉱山省を務めた。1991年複数正当性、民主主義運動のロナルド・ペンザに敗れ落選する。バンダは、雪辱を喫したが、アン・イップは1996年総選挙をボイコット。バンダは、党の方針を支持した。その後、バンダは、 MMD へと移った。2006年9月大統領選挙で MMD のレビームワナワサが再選された。ムワナワサは2006年10月9日にバンダを副大統領に任命した。バンダの副大統領任命の背景として、東部ザンビアの住民に対する支持獲得のためと観測された。2007年8月、南アフリカ開発共同体サミット開催を前に、 ムアナワサが、ジンバブエのロバート・ムガベ大統領を非難したことを受けて、ジンバブエを訪問している。ブラジルのルーラ大統領と共に2008年6月29日のエジプトで行われたアフリカ連合サミットの後、ムアナワサ大統領が脳疾患で倒れたため、副大統領のバンダは大統領代行となった。2008年8月5日、国会会員中、ジョージ・ムポンボー、 国防省に任命している。2008年8月19日、ムアナワサ大統領は脳卒中のためパリの病院で死去した。バンダは深い哀悼の意を表明し、国民に対して一週間後に服すことを求めた。憲法の規定に従い、ムアナワサの死後90日以内に大統領選挙が実施されることとなった。2008年10月30日に実施された。 大統領選挙では、ムアナワサの経済重視路線の継承を訴え、40.09%の票を獲得して勝利した。しかし、対立候補で野党の愛国戦線のサタ投手は、選挙に不正があったとして、結果を受け入れなかった。ムアナワサの人気満了に伴い行われた2011年9月の大統領選では、サタが勝利し、 バンダも敗北を認め大統領を退任した。MMD は1991年以来政権の座にあったが、これはアフリカでも珍しい選挙を通しての政権交代となった。ありがとうございます。